はい、深夜お嬢をご覧になりました。こんにちは、シント。つゆきです。今日最後のですね、運動会を終えてです、はい。運動会どうでしたか？はい、100メートル走へ出て、なんと僕は1位を取ったんですよ。はい。僕は他の組に抜かされてしまい、3位になってしまいました。はい。で、まだ、はい。まあ僕のね、あの組は優勝したんですよ。はい、そうですね、はい、まさか優勝するとも思いませんでしたね。はい、で僕は負けてましたけど、今日のじゃんけん AKB のじゃんけん大会でゆきりんが勝ってくれれば僕はそれでいいです。そっちはどうですか？まあ、僕も大島優子は勝ってくれるといいですね。はい、でまあギミギンガムチェックはまあいけないっていう感じで。あ、そうですね、はい、どうですか、いけないって感じで残念です。はい、なのでね、ユキリン頑張ってください、本当に。はい、こちら大島優子さんも頑張ってください。はい、ね、本当に残念でした、僕は3位だったんで。はい、なので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後にまあ一言お願いします。じゃあ何を、あの運動会を終えてから。運動会、はい、僕は1位を本当に取れたので本当に嬉しかったです。はい、はい、さっきはどこ行ってましたっけ？さっきはですね、ちょっとゆっくりしてきました。はい、はい、とても気持ちよかったです。はい、そうでしたね。はい、はい、ということで今日最後でございます、運動会を終えてでした。はい、まあ、あと買わなかったですね、シングル SK。 はい、買っていますね。はい、はい、以上深夜おじさんのごちそう鶴銀仙でした。ありがとうございました。